い、今回はですね、チャンピオン技術シリーズ第2弾ということで秋田犬の方にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、謎の覆面レスラーということで。分かっちゃうかな。分かっちゃうかな。ということで今日はこの方に来ていただきました。ヤビク選手です。よろしくお願いします。はい、ということで今回は何をやっていただけますか。今回はですね、リフト、グラウンドからのリフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。隣にいるのは、日体大の後輩の春日井くんです。よろしくお願いします。それではじゃあやっていきましょう。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。今回は、リフトのクラッチと足の運びで持ち上げてから投げるまでをやっていきたいと思います。まずはじめにクラッチの、位置と組み方からやっていきたいと思います。でクラッチの位置なんですけど、まず相手の腰の位置よりちょっと高い位置、腰の位置より腰骨の位置よりちょっと高い位置にクラッチを最初置きます。これは何でかっていうと、相手がずらしてくるときにちょうどこの位置にずれてくるのでちょうどいいポジションに なるからです。で次にクラッチなんですが、この右手、右に僕は左に返すんですけど、その時に右手を深く入れます。でカイナを返す、右手を深く入れてカイナを返す。でそしてこのクラッチを組む。これが、クラッチ、相手の腹の下でのクラッチの位置になります。で次に相手を寝た状態で、クラッチの組んでから 相手にプレッシャーをかけなきゃいけないんですけど、その時にこのカイナを返してる手、深く入ってる手を自分の背中の肩甲骨でグッと引くイメージ。次に足の位置なんですが、まあ、クラッチで相手を絞った後に、両方の足を相手の膝の裏のあたりに乗せるようなイメージで持ってきます。でこの時に相手の自分のすねで相手の膝の裏をロックする、マットと挟むようなイメージでやると相手にずらされにくくなってくるので、そこがポイントです。じゃあ次は足の運びです。足の運びはまずクラッチを決める、相手の膝裏で相手を押さえる、足の位置なのですが、できるだけ相手に近い位置に、右足を移動させるようにします。なので、相手の体の側面に近いように足の位置を持ってくる。はい、OK。 うわ、むず。今のパターンだと結構窮屈で、僕は、あまり得意ではないっていうか、そういう形なので、僕はまずさっきの動作するのは一緒なんですけど、そこから一歩右足を出す、一歩右足を出して、この右足でためを作ったのを利用して上げる、ステップするっていうような形を取っています。次に持ち上げから投げるまでをやっていきたいと思います。この時に、しっかり相手の腰骨を、引っ掛けるために一度
手繰ります、うん、でそこで手繰ったら相手を胸の位置まで上げる。そっから投げるようにします。この時に相手を手繰らずに持ち上げてしまうと、全然引っかかってなくて自分が投げた時に、相手をホールドできなくてずれて下になってしまう場合があるので、しっかりとここで手繰る。それで相手を持ち上げるで投げるという形を取った方が有効的です。じゃあ食らってみたいと思いますめっちゃ怖いよちょっと本当に怪我しない？マジで大丈夫？大丈夫本当に怪我しない？はい、怖いな怖いなちょっと張るぐらいですか？こう、はい、まあ、でも上がったら上がったで、あ、自然に投げられてもらえる。そうだね、はい、怖い。このパターンはもうやばい、ドッカン。あ、ちょっと待ってダメだ、無理あ、そういうこと？え、じゃあどうやって守るの普通は？あ、起きちゃいけないの？下に行かない？起きると、だいたいあれじゃないですか、もう行っちゃう、邪魔の。あ、じゃあ、そうか、あ、邪魔か、分かる。じゃ投げないで。はい投げないで。あ、分かった、OK。 なるほどね。うわ、すげえな、めっちゃ苦しい、めっちゃ苦しい、痛い痛い行ったあ、なるほどね。投げます？行ってみようか。はい、行きます。すげえ、すぐ地面。あ、すげえな、行ったあ、すごい、すごいです。防御不可能だちょっとじゃあやってみます。はい、できるかな。あ、むずいな、これ、やっぱり。ちょっと待って、頭どうすんの？頭はこの時点でもう上げてます。上げていいの？はい、上げないと、はい、今足が相手から遠い方にあったじゃないですか。こう近くに。あー、うわー、すげえな。相手を胸の高さまで先輩、頑張ってください。待って待って、胸の高さまで上がってないです、上がってないです。ちょっとこれ全部いやあ、ここたくるん、はい、後ろに行く、はい、ケツを下げて、あ、こういうことね、腹を出す、きつい。これで投げるときどうするの？投げるときはちょっとこの足を、はい、きつい、こういうこと？そうです。上げるときにコツは膝を前に出しながら腹を、あ、でも無理、もう俺の今の筋肉無理。で、投げるときどうするの？投げるときは、僕の感覚ですけど、あんまりできてるやつ見たことないですけど、足を上げながらひねるわけです。できるかいできるかいこんなんでひねれるかい、はい、こういう動作です。はマジそうやってるでしょ。はい、いや絶対こうなるの、絶対こうなる。それでも返せればいいんですか？あ、だからさ、足太いってそういうことじゃない？そうもあるんですか？これ一本で支えなきゃいけないでしょ、こういうこと。まあ、でも大体グレッコのやつは片足で投げるっていうかひねるの、はい、なんかあ、さっき先輩もおっしゃってたんですけど、すぐ地面って言ってました。すぐ地面、投げてるってよりもひねりながら落ちてるだけなんですよ。あ、こう飛ばしてるんじゃないんだ、こういうことなんだ。ああ、ちょっと俺無理だ俺無理ということです。今回は、グラウンドからのリフトをやっていったんですけど、まあ今のは大雑把にしか、まあ言えてないんですけど、まあ、自分で試してみたりして試行錯誤しながら自分の形を見つけていければいいと思います。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。
最後までご覧いただきありがとうございました。腰には気をつけて。